こんにちは。今日は2020年6月の5日金曜日です。実はね、今日はちょっと寒いんですよね。日中雨も降ったりして気温もずっと下がって太陽も出なくて、今日はちょっと涼しくて家飲み外どうしようかなと思いましたけれども、でもやっぱり外に出ました。テラスに出ました。相変わらず、レストラン、カフェは営業できなくて、もうちょっとしたら6月の4日から多分いろんな条件があって、営業できると思うんですけれども、まあ、それまでもうちょっとの辛抱。では今日はイエローフロっていうビールですね。これブラッサリーフローベックというところ、フローベック醸造所というところなんですけれども、ブロンドタイプのビールで、アルコール度は6度と書いてあるんですけど、まあ字がちっちゃい。王冠、何も書いてないけど黄色の王冠。なんかこのビール自身のイメージはこの黄色なんでしょうね。では開けます。いい音がするかな。開きました。では早速、こんな感じですかね。綺麗なブロンド色ですね。では味わいはどうか。柑橘系の味わいと、それからホップの味が効いてますね。さっぱりしてるんですけれども、でもホップの味が、後からなんかこうホップの味を感じるような、そんな感じのビールですね。美味しいです。フロー、イエローフロー。